ドラフト23、セリーグドラフト展望をまとめ一発。フェードロー野球チャンネル。各球団やりました、うん、先日までね、うん、1、2、3位と上位の指名の予想ですけども、うん、まあちょっとそこら辺をちょっと一回セキュリーグまとめて、うん、まあパリーグはまたこの後に各球団上げていこうかなと思うんですけど、うん、ちょっとまとめたらね、いろんなこと見えてきたんで、あ、これ一回だね、まずはね、補強ポイントのちょっとおさらいを各球団やっていこうかなと思うんですけど、うん、まず阪神、まあ当初はね、もうリーグナンバーワン投手陣ですよ。まあ12球団1って言ってももしかしたらいいかもしれないですね。防御率ももちろんリーグナンバーワンと、うん、で層も厚いし、プロスペクト枠もしっかり確保してるというところなんですよね、阪神は。で野手ね、今回この間は、バランスシートを主に使ってやったんですけど、うん、WRAA 得点力のね平均値のセーバーをね、うん、ちょっと使って今回やっていくんですけど、WRAA の数値がリーグの下位の5位6位とかのポジションは、うん、キャッチャーとレフトとライトなんですよ。まあなので捕手と外野手ね、やっぱり補強ポイントではあるかなっていうんですけど、うん、外野手はいるんですよね、うん、今年のドラフト1位森下選手だったり井上選手、前川選手、いつぼ選手なんか、ね、結構いるんで、それをねトータルで踏まえると阪神の今年のやっぱりドラフト優先ポジションは、うん、長距離砲欲しいねと時期ね、まあね、長距離砲はやっぱり欲しいはずなんですよ、うん、でプラス捕手もいけたらいいよねと、あそろそろ正捕手ね時期、うん、っていうのを、まあ、中上選手とか坂田選手いますけど、うん、そこにねバンとぶつけるキャッチャーですよね、うんうん、っていう感じかなと、うん、続いては DeNA、 DeNA は投手力でいうと防御率は 3.36 で4位と、うん、でバランスはいいんですよね、うん、横浜もで打撃の援護もありつつ、しっかり試合を作れるんですけど、うん、ただやっぱりローテ3人の去就なんですよね、うん、やっぱり石田選手バウアー選手あたりなんですよね、うん、このまあ今永選手はポスティングなんでちょっとね分からないところなんで、まあ、そこら辺の去就はねやっぱりある程度もうこのドラフト前に、うん、多分決着つけてると思う、球団的にはもちろんね。なのでまあそこら辺はちょっと不気味なんですけど、野手でいうと先ほど言った WRAA 下位なのはライト、うん、マイナス 4.1 で5位なんですよ。なのでまあ外野手が、あ、まあ、関根選手なんか出てきましたけど、うん、まあ、ちょっと足りないというかね、うん、高齢化もちょっと進んできてるんで気になるなと、うん、あとはやっぱり宮崎選手の後釜、そうだね、これはちょっとね手打っとかないとっていうところで、DeNA の優先ポイントは僕はね、うん、即戦外野手と、うん、これ次期スラッガーみたいな選手を取れたらいいんじゃないのと思いました、うん、でカープ、うん、カープ投手力防御率 3.17 で3位ですよ、うん、素晴らしい、よくやってる。で近年ね厚めに即戦力もやっぱり取って整えてきました、うん、それがね実を結び始めてるのかなというところで、まあ救援陣はちょっとね、まあ欲しいね、うんうん、心配かなと思うんですけども、まあドラフト取るなら先発取って、うん、で配置ですよね、うん、で野手でいうと、これね意外とあるんですけど WRA、 まあ攻撃力だけですけど、うん、まあ下位なのがセカンドとセンターなんですよね。あら、セカンド意外とねマイナス 0.7 で6位なんですよ。聞く空きがそれ間違ってるだろ。あ、間違ってる、ごめん、ちょっと間違ってる。あ、これ巨人見てた、危ねえ。ごめんなさい、うん、野手のね、下位なポジションは、うん、ファーストとサードです。誤算だ ね、 これはね、これはまあ外国人のとこだよね、言ったらこれ誤算、うん、これ誤算なんで、まあここ言うなら、うん、ファーストとサードやっぱり外野手に頼ってるっていうのはさ、外国人ね、あ、外国人に頼ってるっていうのは、うん、やっぱり右打ちが入れなきゃ打線が繋がんないよっていうところじゃないですか、うん、なのでね今まで踏まえるとカープは即戦投手と、まあ、右打ちの打者、まあ、できれば内野手、うん、っていうところなのかなと、優先事項ね、一択だな、うん、続いては巨人投手力は防御率 3.73 で、5位なんですけど、これはヤクルトと同率で最下位ですね、まあ、救援陣が最下位ですわリーグね、うん、でまあ先発救援ともにね外国人頼みと、うん、正直もう足りてないんですよ。そうだね、うん、なんとか回してると、うんうん、いうところでね、で野手見ると、スタッツ的にね、下位のポジションはセカンドとセンター、ちょっと低いと、うんうん、いうところなんだけど、外野手はねこれ阪神同様若手いるんですよ、うん、最近のドラフトで集めにね集めた甲斐があって、ちょっと近年は楽しみだなと、うん、外野陣っていうのあるんでね、まあ、外野無理して今年行く必要ないのかなっていうところはあるんで、巨人の優先ポイントは、うん、もうこれピッチャー、即戦ピッチャー、もうこれはもう間違いないね、即戦投手、あとはね大城選手はいるけど次期正捕手だ、阪神、そうね、そういう意味ではやっぱり捕手も行かなきゃいけないっていう意味で阪神とちょっと似通ってくるっていうところある。
意地悪されるんじゃないか。まだ、まあ、分からんけどね、このままの順位でいくと巨人の方が先に2位はね、いるからね。まあでも1位で行かれたらっていうところありますけどね。続いては中日。中日は防御率 2.90 で2位と、やっぱり投手力はね安定よね。素晴らしい。若手も育ってきてると、いうところで、野手見ると、これはキャッチャーからファースト、セカンド、サード、ショートとレフトまで下位のスタッツなんですよ。まあ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 、もうルーキーもバリバリ出てますから、まあしょうがないですよね。っていうところでやっぱり今年もね1位は野手で切りたいなっていうね、じゃないかなと俺は思ってるんですよね。でピッチャーは逆に、上位は素材系いっても面白いかなと。そうね、うん、中日の今の状態だったら思ってるんですよね。で黄金時代を作っていくというイメージでね、という感じかな、うん。でヤクルトヤクルトは投手力防御率は 3.73 で巨人と同様5位、うん。で先発が最下位ね。先発に限っては巨人より深刻なんですよね。ちょっと試合作るピッチャーが少なすぎるというところで、で野手見ると長岡選手守備はねめちゃめちゃ貢献してんだけどね、うまいね。スタッツはね WRA マイナス 12.6 で5位なんですよ。ちょっとバッティング苦しんでんな。バッティングはね、うん。でセンターも5位なのね。まあこれは塩見選手のね離脱がまあもろ響いてるなっていうところあるんだけど、うん、なのでねヤクルトもやっぱりピッチャー行かなきゃ嘘なんですけど、うん、まあ、こうやって外野もね見るとね、これはヤクルトはね僕ちょっとギリギリまで迷うと思う。まあもうね欲しい2人は決まってくると思うんで、うん、ヤクルトはね、まあ、あとオスナサンタナ問題だよな。ああまあね、いつまでやってくれんのっていうのはあるからね。そうだね、さすがにね、そこら辺もちょっと考えていかなきゃいけないんで、まあそう考えるとやっぱり外国人右打ちに頼ってますから、うん、右打ちのロマン砲を取るのもまあヤクルト面白いよねと。なるほど、何人かいるな。ね、そうなんだよ。僕が予想した3位までの各球団の1案出しましょう、こちらです、うん。まあ、1位サラウト、阪神真鍋君、うん、DeNA 渡来選手、広島が常廣投手、うん、まあダメだったら松本投手、うん、いいね、巨人は常廣投手、中日は上田選手、うん、ヤクルトは細野投手と、うん、いう感じで挙げさせてもらったんで、うん、まあねこれ見ると投手指名するチームはねセ・リーグに限っては即戦力いくかなって思ってるんですよ、うんうん。だ意外と前田君、トーマツ君行く余裕ある球団って少なくて、なるほど、それ切れるのは阪神ぐらいなんだけど、阪神が1位で切るかなっていうのもちょっと思うんですね。でそうするとね、うん、2位見ていくと、阪神、新藤選手、 DeNA、明瀬君、うん、カープ、辻元選手、うん、巨人は竹内投手か新藤君で、中日はトーマツ君か前田君、うん、ヤクルトは明瀬君か広瀬選手というところで、うん、バッターがバッと出てくるね、2位は。なのでこういうドラフト予想するなら、うん、各球団ね、うん、やっぱり野手は1位に上がる可能性が大いにあるんですよね。それなんだよな。そうなんだよ、特にウェーバーが遅い上位のチームですよね、うん、野手2位で取れないなら1位で行かなきゃなっていう球団は絶対出てくるんで、うん、これは野手はねここからの活躍はもう要注目。そうね、うん、チャンスよ。そうチャンスチャンス、今年は本当逆にチャンスなんです、投手が多いから。本当逆理論だ。そう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 、まあ、パ・リーグ出してみないと何とも言えないですけど、うん、うん。で3位はね阪神が酒井君ね、うん、DeNA 草加投手、カープも草加投手、うん、今日じゃね、あの動画では言ってないんですけど、まあ2位の竹内君か新藤君で多分変わると思うのよ、うん、滝田投手、堀君あたりが3位予想ね。で中日が草加投手、うん、ヤクルトが西舘投手、専修大学っていうあたりなんで、やっぱり3位までね即戦力投手は残ってそう。今年は残ってる。なのでさっきの野手がやっぱり上に上がってくるんだろうなって思ってるんですよ。余裕ある球団は3位でいい即戦あの素材系の投手取れる可能性も高いし、うん、なのでね今年は野手だね。ポイントはセリーグだけ見ると実はな。そうで広瀬選手なんかが1位に上がったりとかね。いやあると思うよ。ああそうなんですよ、全然あると思うよ。で明瀬君もいやじゃあパリーグの、ね、上位のチームがパッと行く可能性もあるなと。あるね、ほんとある。そうなんですよ。まああと阪神なんかねファンの方からコメントいただきましたけど、うん、確かにもう新党1位で切ってもいいのかなっていう、うんうんうん、確かになっていうね、うん、そういうこともあり得るんでね。あるなのでまあ今後も今年は野手かな、逆に注目は思ってます、うん、で、はい、またあの本当に近日中にパリーグも上げますんで、うん、はい、それを踏まえた上でまたやっていきたいなと思います。ということで楓さんがセリーグの上位指名予想をまとめてくれました、皆様ねご引き球団のコメントお待ちしております、はい。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。俺らもあるんじゃないか。どこ行きゃいいんだ。いや
球場だ。愛観はフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。